新田尾に川東国際空港は、中華人民共和国産島省甲州市にある2021年開港の新しい国際空港である。新田尾市内には1944年に建設された新田尾流亭国際空港があるが、2018年には年間2453万人が利用、18万2642回の離着陸があった。 急増する民間航空需要に伴い拡張が求められていた。2013年9月、甲州市に新空港が建設されることが決まった。2015年に着工2019年6月の開港予定であった。工事の遅れで開港は延期され、2019年下半期に開港予定であった。2019年9月に開港が決まっていたものの、 さらに延期され2021年8月12日に開港することになった。旅客ターミナルは建築面積45万平方メートルアトキンス等による設計である。人手の形状は北京大抗国際空港に類似している。このターミナル形状は乗り継ぎ客の移動距離が最長で650メートルと短くできる利点がある。第一期工事では日本の 遠距離運行用の滑走路と一つのターミナル184カ所の中機場で開港2025年までに旅客数3500万人貨物取扱量50万トンの受け入れを可能とする計画第2期工事では2045年までさらに2本の近距離用滑走路と2つのターミナルを新設し旅客数5500万人 貨物取扱量100万トンまでの受け入れを目標とする。新太郎竜帝国際空港に就航しているすべての便外店、新太郎竜帝国際空港はその後閉鎖される予定。新太郎市中心部から39キロメートル北方にある。ありがとうございます。